アウトドアでうまいコーヒー飲みたいならダイソーで100円のバナナスタンドを買って活用しよう。コーヒーは大好きなんですね。キャンプでもうまいコーヒーを飲みたいのでコーヒーミルで直前に豆をひきます。そうすることで香りも味も全然違いコーヒーを楽しめます。豆を買ってきて封を切ったら鮮度が落ちないように冷凍庫に保存したり、アウトドアに持ち出すときにはクーラーボックスに入れたりします。僕は折りたたみ式のステンレスのドリッパーを使っています。最初は直接カップの上に置いて、湯を注いでいたんですけども、安定せずによくひっくり返してました。そこでこんな木の台座を作って安定してお湯を注げるようになったんですけども、どこまでお湯が入ったかわからないのでよく溢れさせてたんですね。一杯のコーヒーを入れるのが本当大変でした。そこでダイソーの100円バナナスタンドを活用したんですね。バナナスタンドはこうやってね、バナナを釣って新鮮に保つことができるっていうものだったんです。持ちが良くなるっていうことらしいんですけども、しっかりとした作りなんですね。そこでステンの針金でこんなんを作りました。ドリッパーにつけちゃう。プラとかシリコンとかいろんなドリッパーあると思うんですけども、穴開けてね、針金でつけちゃうんですね。2杯分とかおかわり分が欲しいなという子があるんで、ニトリで買ったホーローの水差しをサーバーに使っちゃいます。この水差しも事前にアウトドアストーブとかですね、焚き火とかお湯とかで温めておくといいですよね。上からお湯をちょっと注いで蒸らしておく。ひいた豆を膨らましながらお湯を少しずつ注いでいきます。コーヒーの香りがたまらないんですよね。残ったコーヒーは水差しごとですね、ストーブの近くとかね、焚き火の近くに置いとくと保温できますよね。ホーローは直火もできるからとっても便利なんです。コーヒーアウトドアで入れるとより美味しいですよね。美味しいコーヒーを飲むと幸せを感じちゃいます。薪とか何かをそこに置いてね、かさ上げして直接コーヒーカップにコーヒーを入れることもできます。100円ショップのバナナスタンド、美味しいコーヒーを飲むためにも利用できますよ。